木だけではなく岩組もすごく素敵で、これなんかどうですかね。流木にモスが繁茂しちゃって流木感がなくなっちゃったから、なるほど、流木を付け足したいなと思って、はいはい、多分一箇所にちょっとギュッとしすぎちゃってて塊感が強いんですよ。あ、はいはい、で動きがちょっと弱いんで一つの塊っていう感じで、さらにそこに草がちょっと繁茂してるんで、はい、動きがない分余計に一つの塊に見えるんで、ね、流木感が薄いのかなっていうふうにちょっと思ったんですよね。ちょっとメリハリという意味では消えてしまったのかなっていう気がしますね。メリハリ、メリハリ、うん、いっぱい写真を見なさいって言われたんです。どんなレイアウトが好きか写真を見て、うん、次回までに用意してねって言われて、その見てた写真が全部いすぎちゃった。本来僕岩組の方が得意なんですけど、ね、すごい流木の使い方超好きなの。なんか見る視点がやっぱりすごいな。僕らの場合はほぼアク抜きしないで、大体そのまま使ってフィルター内に、まあ、ブラックホール結構多めに入れてそこでアク取っちゃいます。やっぱり効果てきめんだブラックホール。でさっき富士山と、そうか、静岡、僕が最初アクアテクイっていう東京の、はい、僕、はいはい、で6年くらい働いて、でそ僕あくまで水草マニアではないんで、多分レイアウトでなんです結局全体でまとめる力があるのかなっていう。レイアウトがすでにもう頭の中に出来上がってる。そっちからなんですよね。自分の出来上がっ頭の中でできたレイアウトにどの草が合うかで選んでいくんでますね。僕作ってる数はやっぱり業界内でも異常なほど驚かれたりするんで。そうか、作れ、みんな作れっていう感じですね。そうですね、みんな作ればきっとそのかっこよくどんどんなっていくよってことですね、うん、いいこと言う。これめっちゃ。気に入らないときはやっぱり作って1週間後にはもう壊してっていうのかなり多かったですし、やっぱそれはもうすごい繰り返してましたね。気に入らなかったら。ちなみにこの大きい水槽って大体長くてもどのぐらいなんで維持されるの？僕は1年は維持しないですね。はあ、なるほど。まあ、これ悪い癖なんですけど飽き性っていうのが一つと、はい、あとはまあ一つは単純にやっぱお店でまあ、逆にこれ見たかったっていう場合もあるんですけど、普段来てるお客さんにはそろそろ新しいものっていうのもありますし、やっぱ新しいそのデザインの提供っていう面でも、まあ、半年から1年に1回は変えた方がいいのかなと。でももう次、あ、こういうのにレイアウトしたいなって思うから次行けるわけですよね。あ、そうです、それもありますね。あとはもう何も考えないんです、やっちゃうわけですけど。すごいな。それこそ正直気にならなくなっちゃうと、これはもう見ててらんないなって思っちゃうと崩しちゃいますし、崩した後に考えようっていうこともありますね。こだわりがやっぱりね、やっぱプロフェッショナルだからあるんですね。そう思うとなんか変えたくなっちゃう。それだよ、それだそれだ。例えばここで、まあ、なんとなくこれが可愛いって思った時に、じゃあこれどういうところに合うのかっていうのを考えて、あ、今回のレイアウトだとちょっと世界観が合わないなっていう場合はやっぱりやめますし。そこだよな、そこだな。やっぱり今どこに何が欲しいかっていうので、90センチの水草がとにかく緑が多すぎちゃって、あ、はいはいはい、赤いの入れても育たないくて、うんうん、結果ほとんど緑になっちゃってるんですね。で、私気に入ってるのは、ここを気に入ってるんで、ここの左ちょっと暗くて見えないんですけど、はいはい、ここにクリプトの、そうそう、これはすごい気に入ってるんです、うんうん、この感じがまたちょっとどっかにあればバランス的にはいいのになって思うんですけど、まず植栽スペースが私の場合ないんですよ、うんうん、ほぼほぼ陰性で、だいたい流木とか石とかにくっつけたやつをポン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 置いてるだけで、ほぼほぼに今植栽スペースはここにないんです、うん、なんで困ってる。僕だったら多分これ一回活着系多分全部取っちゃいますよ。なるへそ。多分ちょっと骨格がやっぱり分からなくなっちゃってるところがあるんで、もうこれね、ボルビのね、森みたいになっちゃって、うん、これ全部ボルビなんですけど、ほぼほぼ、そうですよね。多分ボルビは少なくともこれ3分の1くらいの量に減らしていいような気がするんです。確かにな、やばい、そうだと思う、本当に本当にそうだと思う。なんか増えたら株分け、なんか株分けして増やして増やしてってやってたらこうなっちゃったの。本当ここら辺めっちゃ骨格がこう流木でめっちゃ組んでたのに全然流木見えなくなっちゃったし、でここに無理にまた足すよりかは一回引いて、そうですね、ちょっと整理してからここに、あ、これ入れたいなって思ったら買うみたいな方が
ちょっと今足し算されすぎちゃった状態になってるんで、一回ちょっと引き算をした方がいいですかね。やっぱレイアウトって最初入れるだけ入れてって後々こう引き算してたりするんで、なんで今はこれはちょっと一回引いておいた方がいいんじゃないかな。的確、めっちゃ的確。いやでもそうします、多分絶対そうします。やっぱそうなんだろうな。だから流木が見えなくなったから流木足そうじゃなくて、一回流木が見えるようにちょっと整理すれば、 そっちが先。うん、そうします、そうしよう。お土産水草はやめとく。ボトルに入れるのだけかってことかな。何かをなんか水槽の中に残したいっていう、うん、じゃあボトルに入れる水草だけ買おう、うん、じゃあこれだけ、スーパー、はい、はい、お願いします。早い。そこはどうでも早い。絶対石入れるんですよ、まず、うん、でそこの石にこう流木が粘ってるようなちょっと力強さというか、うーん、そういう荒々しいところを出したいんで、だいたい石はセットで使いますね。なるほど、かっこいいな、あれ、あれかっこいいな。ああいうの好きだな。レイアウト自体は意外とシンプルで、あれ確かグランチェット2本使ってるだけなんですよね。そうなんですか。ちょうどあの右ら辺に切れた、はい、あの下が、そこがカットされているところ同士をうまくガチャン、そうガチャンとくっつけてただ置いただけなんですよね。あと、まあ、足元に石置いてってっていう。へー、かっちょいいな、かっちょいいな。水槽増えちゃうなあれかっちょいいな。なんかちょうど少ないよ、はい、ったそうだから午前中の多分お客さん少ないだろうなと思ってたんですけど、うん、まさか業者さん来ると思ってた。そうなんです、たまたま被っちゃって、すいません、まあもう終わったんでよかったです、なんか聞きたいことあったら聞いてもいいですか。ああ別に大丈夫ですよ。なんか敷居が高くて今まで聞けなかったそういう方たまにいらっしゃるんですけど、別に全然そんなことはない。本当ですか。なんか多分そう多分思われてると思う。なんか私ももう絶対に、もう撮影は禁止ですみたいな、あそうだと思ってたから今まで来なかったんですよ。で勝手にこうバシャバシャ撮る人に対してはちょっと言う可能性もありますけど、あんまり言うの嫌だし、撮りたいもんだって。こんな綺麗なの、うん、なかなか出会えないじゃん。あなんで前確かにあそことかも撮影禁止貼ってたんですけど、どっちかというと無断で撮影されないように貼ってたっていう感じです。やってて、なんか試行錯誤するけど、それが逆効果だったっていうのは逆にもやもやしてるところが分かってるっていうのは一ついいところだと思うんですよ。あの人によってはやっぱりまず何が悪いかが全然分からないっていう、でさっきおっしゃってたそのなんか水草が増えすぎてっていう一体感がちょっとありすぎちゃってっていうのが、あじゃあやっぱり動きが欲しいってことなんじゃないかなっていうのが割と出せるんで、なんで多分改善点までは分からないけど、とりあえずここが悪いっていうところは分かってると思うんで、まあでそこで改善点が分かるようになればまただいぶ違うと思いますし。ありがとうございます。いい嬉しいな。かなり私多分今日すっきりしたもんな。それは何言ってる。すっごいすっきりします。、うん、まあ、それでうまくいくいかないはまあ別として、なんかそれに向かってなんかあここをやってみようっていう具体的な案が今日出たので、うん、それで一回やってみて、で一気に多分またこれで多分揃えちゃうとまた分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず一回やってみてでいいかな、うん、うん、そうしよう、うん、お土産水草をボトルに入れて一回今の感じをちょっと引き算してから、うん、それでかっこいいなと思えばそれでいいし、もうやっぱりこれもあっちにしたいと思えばリセットする、うん、なんか意外ともう低床の方もなんか、うん、なんかもみて、なんて卵巣みたいなちょっと出てきちゃってたりとかするんで、本当はきっとねリセットした方がいい、いいのかなっていう気もするんです。はいはい。今どのくらいでしたっけ、設置されて。1年、あれ、去年の春なんで、1年半以上経ちましたから、ね、はい。あ、なるほど。まあ、レイアウト的にはまだ維持はできるでしょうけど、まあ、一つそれも手かなと思いますね。なんかこう、どうなんですかね、メンテナンスするときって、私すっごいもう一生懸命提唱めっちゃ綺麗にしたくなっちゃうタイプなんですけど、でもああいう風に真ん中にこう負担があるとやっぱりよどんじゃうところがあったりとか手が届かないところが出ますけど、本当は綺麗にした方がいいもの。まあ化粧砂とか使ってる場合はそういうそうした方がいいとは思いますけどね。そういうとこはすごい気になっちゃって、一回でもガーッと取り出して綺麗にしたらプリドラフがめちゃくちゃ死んだんですよ。
意識持ってなくて。そうね、めっちゃ死んだんです。あ、これやばい、うん、ちょっとやりすぎた、ちょっと反省したんですけど、うん、セル使ったことないんですよ。あ、そうなんですか。赤玉使っちゃってるんで。あ、はいはいはい。逆になんかそのソイルを使った時の苔が、そうかは全く経験がなくて、ちょっとそれにこう躊躇しちゃってるところもあったりする。だからちょっと水草が育ちにくいっていう環境ではある。なるほど。でも極端な話、今のなんか使ってる草が気に入ってる場合は別にいいと思います、今のままでも。でそこでやっぱり例えば前傾とかちょっと有形草植えてみたいな、そうなった時はやっぱりちょっとソイルに手を出さなきゃなっていうのはあると思うんですけどね。そうなんですね。ボルビーとかだったり、そうボルビーだったりとか、あそこの60の柵に入ったりとかボルビーが出て水槽とか、ああいうのを作りたいっていう場合は今のままでいいと思います。で単にソイルは使う必要がないと思います。それが怖くてね。結局なんかロターとかは確かに植えてみたんですけど、それはもう全然やっぱ育たなかった。さすがに育たなかった。でも最初からああいうのを使いたくって相談して大丈夫だよって言われたからそうしたんだ、うん、そういう方法でまずは一回整理。ここいいと思うんだけれど、あ、違うんだなとか、やっぱり天野さんの評価ってすごい的を得てるんで、そこからやっぱり取り込むといつの間にかやっぱ身につくっていうところがあるんだなと。なるほどね、やっぱカメラマンさんだけでなんかその見る視点が違うんです、うん、違いますね、ね、うん、やっぱり天野さんに関してはちょっとセンスがもうちょっと異常すぎるっていう。そうですけど、そうなんだ。特に天野さんのやられたレイヤーとかって僕らがやったりすると、ちょびっとしたズレがもうすごい目立つような、本当繊細な意外とレイヤーと思うんですよ。こうパッと置いてあるように見えて、パッと置いてあるように見えます。あれってすごく見えます。ちょっとこう置いてある石がちょっとこう角度変わったりとか、ちょっとこうなるだけでも全体のバランスってまるっきり変わるんですよ、でそこがカチッと収まってるんで、あれがやっぱりもう全体のバランス感覚というかセンスが多分出るところなんだと思います。シンプルこそ多分難しいんだよね。シンプルなレイヤーとこの穴がすごい狙って、上積みがねやっぱすごいですよね。そうですね、あれはもう本当にすごいバランス感覚センスだと思います。やっぱ岩組の難しいところってそういうちょっとした配置だったりとか、ちょっとした角度だったりとかで、1個ずらったら全部ずらさなきゃいけないくらいのバランスなんでそのくらい本当に繊細なんですよね、意外と。そうなんだ。だってシンプルなレイアウトほど細かいところが気になるんで、完成度を上げないといけないっていう難しさがあるんですよね。今年のレイアウトはじゃあ流木なんですね。あ、そうですね、うん、楽しみだな、超楽しみ。極端な話、ああいうごちゃごちゃしたレイアウトはちょっとしたところがなんか気になっても、本当に些細なことでしかないんですけど、もう元々がシンプルなレイアウトほどやっぱり目立っちゃうんで、ああいうレイアウトは逆に店が目立ちづらいっていうのがありますね。でもなんかあの流木のこのなんか向きとかなんかたまらなくこうこっち向いたこのなんか流れみたいなたまらなくいいですけどね。むちゃくちゃかっこいい、うん、いいね。今回ちょっと僕も自分自身で期待してはいますね。そうなんだ、それは楽しみだな。そうなんだよね。あのコンテストの結果あの YouTube で配信されたじゃないですか、はいはい、僕多分2日後くらいにもう壊してるんですよ。で多分その後1週間2週間でもう大体あれに近い状態まで行って、そこから数ヶ月経ってたまにちょっと準備してあのソイル入れる準備したりとか、マット敷いてって、でここを分けたりとか、であと砂利昨日撒いたりとかであそこまで行ってますけど、かなり早い段階でああなっちゃったんで、だから放置してたんですよ。でそろそろやばい、始めないとまずいなと思って。そうですか。うん、買い物の忘れはない。じゃあすいません、いいですか、お願いします。はい。あ、そうです。あ、もともとアクアショップをご実家されてたんですか。あ、そうです。ここが。あー、そうなんですか。すごい、母が社長ですけど。ということで、本日の動画はグリーンアクアリウム、丸山さん、お店訪問動画でした。有名な飯泉さん、私の大好きなレイアウトを作るで飯泉さんにいろいろと私の90センチ水槽のことをお伺いして、ここをこうした方がいいよって言って企画にアドバイスしてもらったんですけど、いやーほんとすっきりしました。私ずっと自分の90センチ水槽モヤモヤしてるところがあって、でも答えが見つからなくて、何が
こう問題なのかなって思ってたところを的確にパパパって言ってくださったのがすごいビビってきて、それだなっていうのがすごくね答えが見つかったような気がします。まあ、そんなアドバイスを受けてこれからねちょっと90センチ水槽をいじったりとか、あと新たな水槽を買ったりしたので、これからまたアクアリウム楽しくやっていきたいと思います。また機会があったらね本当にね来たいなって心から思うお店でした。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してみんなでアクアリウムを楽しもう。また別の動画でお会いしましょう。これは入り口に置いてあるビオトープ、これもかっこいいな。すごい大きな鉢、大きな流木と苔とシダがかっこいいレイアウトですね。今まで見たビオトープの中で一番大きくてかっこいいかも。泣いてるやつで、地下スクミナミニマの方ですね。ちょっとあのヒメイタビだともうちょっと葉っぱがなんて言うでしょうね、ちょっとこうもみじ型っぽくなるんですけど、こっちはちょっと一直線の子もあるんです。ヒメイタビだ。あ、そうです。本当に。あ、こういうのとこっちがヒメイタビ。こっちヒメイタビですね。でこっちが。こっちがピカスプミラミニマです。ああ、かわいい。これかわいいよね。うん。本当に。なんか流木がかっこいい、あれですかね。あ、そうです。これ来年用です。わあ、めっちゃ素敵。もうイメージできてる。あ、そうですね。もう。あの結構早い段階で大体草を奪ってこういう完成形で魚をこういう目でてっていうのがちょっとできちゃったんで、しばらく手つけてなかったんですけど、できちゃったんだ。すごい。今回ちょっとたまたま早かったんですよね。すごいかっこいい。